昭和30年代に建てられた古民家をリフォームしています。崩れ落ちた土壁、壊れた襖、柱の傾きや地盤沈下、そしてたくさんの隙間。宙に浮いた床。優先すべきことは、まあ、借家なんで、とにかく安く。開閉が困難な木製サッシ。補強が必要な天井裏。新しい仲間も増えました。ダミだけよく。どうやって直そうか、ね、紆余曲折ありましたが、ついにリフォーム完成します。前回土壁に下地を作りました。ここに化粧ベニヤを貼っていきます。今は石膏ボードにクロス仕上げが主流です。今回は施主様のご希望で昔からよく使われてきた化粧合板を貼ります。和室と洋室の2部屋に合板を貼っていきます。これはフィニッシュネイル。ネイルの色を決めます。もっとこれよかった。化粧ベニヤを差し込めるように見切り材に掘った溝の幅をもう少し広くすればよかったと早くも後悔。このマキタのフィニッシュはあまり調子よくありません。こんなんでいいからもうブレード目全部入れよっか。化粧ベニヤのジョイント部分にブレード目の木を入れます。この装備でいこうか。これがピン、これがフィニッシュ、フィニッシュ、ピン。ピンに比べてフィニッシュは結構目立ってしまいます。ピン細かくいってきます。ピンネイル自体は保持力が強くありません。ボンドが乾いてしっかり接着するまでの仮固定のために打つようなイメージです。以前使っていた常圧のピンネイラよりも音が力強く頼もしい感じはします。
こちらの引き地ガイドは片引き戸にするので片方は壁にします。今回は天井も壁も床も水平垂直なところはありません。よって貼り始めは垂直のラインを出してそれを基準にします。壁の曲がりを鉛筆で光りつけています。結構閉じことあるよ、いざという時にね。角の部分は溝が掘り切れていないのでマルチツールで加工します。溝にきちんとはまっていないと見切り枠が押されて外れてしまいます。指で確認しながら慎重に叩いています。枠の傾きをレーザーでチェックします。傾きが少ないので直線で切りました。枠に差し込める分多少の傾きは溝で吸収できます。溝に差し込みやすくするために面を取ります。ここは壁が大きく曲がっていてなかなか入りません。差し込みすぎると戻すのが大変なので慎重に叩きます。壁の湾曲が大きいところはピンネイルでは頼りないのでフィニッシュを使います。
割り付けを考えます。化粧ベニヤの溝の位置が壁や建具枠の際に来ないようにします。もう怪しい、割り付けが怪しい、かっこ悪いな、そのままいっちゃう。肘で板を押さえ、垂直をキープしたまま、差し金を使って壁の傾きを光りつけます。短い板や木材を切るときは、動かないようにクランプなどでしっかり固定するのが基本です。化粧ベニヤは現在、新築に使われることはほぼないと思われますが、実家の洋室の壁がこれという方は多いと思います。懐かしい感じがしてなんだか落ち着きます。何してんの？少し切れ味の悪い解体用の手のこです。とはいえ、もう少し練習が必要です。割り付けの際にコンセントの位置を気にしていませんでした。奇跡的。危なかったね。靴細いのいる。プラスのドライバーいるん。これ、うん、こんなん入ってた？私入れてないんやけど。入れた？最近は充電丸ノコを使うことが増えましたが、薄い板を切るときはコード式の方がバランスがいいので切りやすく感じます。じゃあストップ。温度をつけた。どんどん行こうか。すごい反動を受けている。カズさんはこのケトルがお気に入りで何でも入れたがります。こうやって入れるとなんか、まあ、美味しそうに見えるな。
からどう食べるかだな。うん、浅いなこれちょっと。これおでん向きじゃないよね。毎回ラーメンを作ったりカレーを温めたりして嬉しそうにしています。おでん。五円玉を使って片手だけで光りつけます。六畳間に移ります。窓上と窓下がつながるコの字型の面倒な箇所です。やらかしました。はい、あ、1445一尺四分五輪か。一尺四分五輪のつもりが一尺四寸五分で切ってしまいました。作り直しました。少し時間に余裕があるので、一人で貼らせてもらうことに。残るは2年。
最後の1枚です。壁を貼り終えましたが、これで終わりではありません。最後に枠や紐材、そしてはばきと回り子などの取り付けが残っています。そしてまるでお約束のように新たな問題も起きようとしていました。壁と床の境目に来るはばきという見切り材を加工します。和室用のスカート付き木製はばき、縦具枠となる付け柱、古いお家のリフォームでは工場で材料を加工する時間も多くなります。お客さんにはなかなか伝わりにくい部分かもしれません。洋室に使うはばきを薄く削りました。こちらは建具が当たる箇所です。カモイと敷居の溝を少し加工します。飲みは常に研いでおく必要があります。なかなかこまめに研ぐことができず、先日30本ほどある飲みをまとめて研いでいました。丸2日かかって研いでもまともに仕上がったのは5本くらいだと嘆いていました。リフォームではこういった細かい作業が必ず必要になります。細かい収まりの部分は絶対にこうしなければならないというものはなく、それぞれのやり方、考え方があると思います。同じ現場はないので、毎回試行錯誤の連続です。窓周りの各見切り材が入り混じる場所です。それぞれがきれいに収まるように加工します。出っ張りを取ったり削ったり、立体のパズルを作って組み立てるような感じです。
最後に段差や割れを研磨して整えます。シート建材と比べて修正が効くのが木材の良いところですね。建具職人の相松さんに来てもらいました。これどっちで下が鍵？あれ何で二つもあるの？昔は四角やった。採寸に使うお手製の定規です。あバランスあ人のやって言われて鼻毛開いてるとかさ。あなるほどね。こうやって作ってくるとはめるときが楽ないらしいです。これ60何年だから手がいくら忘れたと思って。これがこんなのを取ったらこうなのに、敷基準にしないからだろうね。だけどなるべく開けた時にも合わせたいとか。そうだね。こういう感じでっていうのは大事なことで、高さとの兼ね合いもあるでさ、どうやったら上手に収まるかっていうのは相場相場で全部違う、ね、古いお家に合わせて建具を作るのは大変そうです。こういったリフォームでは建具屋さんの存在はとても大きいです。えらい幅違うな、うん、真ん中がすごい、すごいな、うん、ペタだペタじゃないよ。社長よりマシ、上半分見えちゃったら、ね、細長の方がいい。施主様と建具の打ち合わせです。じゃあ私が決めます。これでいきます。大工の最後の仕事は、はばき回り子の取り付けです。最近の新しいお家では、回り子はあまり見かけなくなりましたね。天井、壁、ともにクロス仕上げで、見切りを入れないすっきりしたデザインが主流です。コストダウンもできますが、リフォームでは、あえて回り子で逃げたくなることも多いです。畳が取り外しやすいように、壁は畳から5ミリ開けてほしいと言われていました。ゴミが入ると思ったので、スカート付きの幅木を加工しました。ちょっと嫌ですけど、ビス打ちますね。取り外しできるようにしてほしいとのことに、こうしました。こんな間ピンで打って固定しちゃうのかな。畳変えた時にさ、お節さん自分で戻せない。ピンだけ。施主様の希望に沿わず完全固定にしました。スカートはきちらい。こうなるから、あ、ペランってなるから。破れや汚れを避けるため、網戸は工事の最後に取り付けます。サッシ交換の時に外した雨戸板のレールを新しいものに交換します。雨戸板が経年劣化で反り返り、引っかかって戸箱から出てきません。
って出すことができないもん。出産のためにと思ってもさ、最初から雨戸付け差し入れときはさ、外気は触らなあかんけどな。こっちの方が良かったってことだね。2箇所の窓、計4枚の戸板をすべて取り外します。奥も壊れてるね。これだ、直そうか。はい、この現場で今直せっていうのも根本を解決するものではありません。応急処置的な修理かもしれませんが、できるだけのことをしてみます。戸箱を少し切ります。あと少しです。フォーマルレールを取り付けます。なんとか窓が閉まるようになりました。完成した建具を収めます。ひねりや曲がりがひどく、水平垂直すべてが悪い箇所です。開閉どちらも美しく収めるために台形に製作してあります。少しずつ調整していきます。かなり削る必要がありそうです。決して今風の洒落た内装とは言えませんが、施主様の意向に沿った懐かしさを感じるような落ち着いた部屋になりました。今回リフォームしたのは築60年が経過した集合住宅の一室です。
建物自体の老朽化も進んでいますが、建築上の規制で再建築ができません。貸し屋として何とか維持し続けるためにリフォームする必要がありました。とはいえ、古くなった建物にどれだけのコストをかけることができるのか、大家さんである施主様はとても悩まれたと思います。予算と時間に制約がある中で、床下や天井の補強、修理などは優先して行いましたが、それ以外の部分をどこまでこだわればよいか悩みました。反省点もいろいろありますが、どうにか形にできたと思います。次のリフォームも頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。